ボンジョルノー、やっちゃんです。今日はね、9月1日8時1分。早起きでしょ。6時台に起きた。昨日ね、12時に、あ、昨日、そうそう、先に言ったかな。昨日、あの、裏チャンネルご覧いただい、裏チャンネルライブご覧いただいた方、ご心配おかけしました。ごめんなさい。すっごい体調悪くてね、もうなんかね、朦朧としたライブをしててね、ちょっと、もうそんなしんどかったらやめとけよっていう話じゃないけどね、やっぱりね、急に体調良かったの。で、体調良かった時に告知して、で、ね、実際ね、なんか作るって言ったけどね、ネタ的にはね、ポルシェのエンジンを組み立てようと思ってたね。で、ポルシェエンジン組み立てようかなと思ってて、もう準備もしてて、始めようかなと思ってね。今、まあ、晩ご飯食べて、ね、終わってからしようかなと思うんだけど、だんだん体調悪くなってきて、で、で、晩ご飯の後ね、ちょっと休憩してからやったらマシになるかなと思って、で、ちょっとね、ゆっくりしてて、15分だけ延長したんで、ずらしたんよね、ライブをね。だから、だんだん体調悪くなってきて、で、もうちょっとやばいなと思いながらも、全くせえへんわけにもいかへんし、視聴者さん待ってくれてるしね。だから、でもちろん裏チャンネルって視聴者さんのメインから比べたら本当に少ないよね。5分の1とかしかぐらいしか来てくれ、いやもう変な話、本当に数人しか来てくれへんけども、そこ手抜いたらあかんのよ。やっぱり一人でも来てくれるっていうのはありがたいし、でその一人を大事にせへんかったら2人を大事にできへん、2人を大事にできへんかったら4人を大事にできへん、そして4人を大事にするから8人が16人、そうやって人数って増えていくんよね。だからあっちゃんは視聴者さんを大切にしていかなきゃ、あっちゃんを大切に思ってくれてる人を大切にしていかなきゃ。だから昨日もすごい心配してくれてね、ライブ早終わりって言ってくれたり、病院行きって言ってくれたりしてくれてね、本当ありがとうございました。本当にみんなにね、心配かけてるし、みんなには、なんていうかな、あーちゃんのことをこう応援してもらってるっていうのはすごく分かりました。ありがとうございます。ちょっと見てみます。本当にね、みんなの優しさ伝わってるんよね。あーちゃんもありがたくてね、だからだからこそね、みんなに心配かけてあかんっていうのもあって、昨日はちょっと早めに切り上げさせてもらって、ね、でもうね、自分でもうちょっとこう何を言うとるかわからんぐらい、ぼーっとしてたなって、逆に心配かけるかなとは思いながらもね、でもやらんわけにいかへんしなと思って、でね、まあ、義務感でやったわけじゃないねんけど、ね、やっぱりね、みんなをと一緒に楽しみたかった。だから昨日はね、まあまあ無理してでもやったんやけどね。で、人間やっぱり寝なあかんなっていうのがあって、で昨日はね、ほんまにあの後ね、まだこそこそしようか思ってんけど、やめて、もう寝た。で、12時過ぎに寝てんけどね、今日6時過ぎに目覚めたから、6時過ぎとか7時ちょっと前に目覚めたから、6時間半ぐらいは寝てんねん。ありがとうございました、本当に。まあ、だいぶマシになってた。だいぶやで。まだ完璧じゃないねんけど、ほんまはもうちょっと寝てね、ゆっくりさせて、リンパ腫れて痛いからこれ貼ってんけど、もうちょっとリンパ腫れてね、痛いねん。で、体調がね、思わしくなかったから、だいぶマシにはなってる。やっぱりね、夜寝なあかんわ。まだでも目とかもね、痛くてボーッとはしてるんだけど、ね、まあ、今日ちょっと、まあ、やりたいこともあるし、ごそごそしながら、またね、ゆっくりしながらね、やっていきましょう、ね。ちょっとね、今日昨日ちょっと動画は作られへんかったね。やるの、そこからがあっちゃいつも長いな。言われるね。詰めていたら、みんな朝方にしてさ。明日のストーリーも撮
どちら作っときます。よいしょ。はい、ソーレンのね、今ちょっとレンダリングしようかね。ちょっとレンダリングもしながらね、いろいろありますわ。ほんまにね、なんていうのかな、こう人間ってね、ある程度その体調って何ちゅうかな、自分で自分でちゃんとこうね、なんていうの、やっていかなあかん。で、寝るって決めたら寝る、それが大事なんやと思うね。だからほんまにね、睡眠って大事やなって。で、昨日まあね、昼間お風呂入ってデトックスして、で、ねんけども、今日もね、ちょっとお風呂を 昼間に入ろうかなと思って、夜ね、お風呂入って、ぐっすり眠っていいと思うんで、寝る前にお風呂入って、体の体温温めて、体の体温温まったら眠くなるからね。だから寝るっていうのもいいねんけども、お風呂上がってからね、すぐに寝られへんくってね、いろいろあるんですね。で、お風呂を前倒し1時間するってことは、前倒しでもうちょっとやらないことやってしまうの、ね、で、だったらライブもできんくなるしね、やっぱライブって大事なんよね。だから、ライブをしていかないかもしれない。まあ、いろいろあってね。で、ちょっとね、体、腰、いろんなところが痛いねんけど、ちょっと今日もね、まあ、昨日、最近シャワーが多いのよ、やっぱり。だから今日のね、ソーレでも言ったと思うんだけど、温泉ってすごい大事やね。だから温泉入られへんかったら家のお風呂でね、浸かることが大事だよ。温泉行ってシャワーするバカいないでしょ。温泉行っとんのにね、水道水から出てくるからシャワーするバカっていけない。温泉って浸かるやん、あれって大事だよ。だからね、こっち関西には湯治場はないからね、湯治場でね、ほんとにゆっくりしたいなって思って、まあね、いつかまたそういうことができるようになったらいいなって思ってるんだけど、なっちゃんってね、なんやかんや言うてね、変に真面目なとこあるのかな、なんか知らんけど、無理してしまうよ。だからね、結構、みんなの目にはどう映ってるかから、いい加減でチャランポランで好き勝手やってるように思われてる節があるんちゃうかなと思うんだけど、意外とね、自分に厳しく無理をしてしまう、はい、嘘つけって言われる、他人に厳しくて自分に無理と思われてると思うんだけどね、結構ね、意外とね、無理してやったりもするんで、チップ貼ろうかなと思って首が痛いね、でもね、おばあちゃんとかさ、チップとか貼っとるイメージあるけど、でもね、忍たま乱太郎の給食のおばあちゃん、ここに貼っとるやん、あれわかる、ここ貼るとね、気持ちいいね。あちゃん結構シップ貼るの好きで、シップ貼ったり、あれ塗ったり、なんとか、スミルスチックって言って、塗るやつあるのよ、筋肉が硬直した時にね、肩こりとかに効くんだけど、それ病院でもらってんねんけどね、あれ塗ったりね、シップもらってきてね、貼るのが好きで、でも夜寝るときね、ここ痛かったから貼ってんねん、ちょっとマシ。ただでもね、夏これ貼ったら暑いのよ、首がここの筋肉が張ってるからね、ちょっと貼っとこう。でね、ちょっと今日ね、やりたいことがあって、で、ね、動画も撮りたくってね、まあ裏チャンネルあるっちゃね、でメインのね、ゲームがないから、まあもうちょっとあんねんけどもね、ゲームもね、
レンダリングをしなあかんねんけど、ゲームもね、やっぱ撮らんとあかんしね。で、レンダリングも何も撮らへんかったらレンダリングでいいやん。だから撮らなあかんねんけどね。ゲーム撮るのが結構ね、目にしんどいのよ。体調のいい時やったらね、何時間でもできんねんけど、ちょっと体調が落ちてくるとね、ほんまにしんどくなってね。これ何やったっけな、何を撮ったんかいな昨日キッチンの動画に見ていて何撮った、あ、そっかそっか、あ、分かった、はい、ちょっと待って、今日おばいよあったかなと、できるだけね、もうね、編集をしなくていいように、ほんまね、ノーカットに撮っていってね、このやり方って結構ね、あっちゃんは無編集無編集でよく言われるけど、こういうやり方してる人も結構いてるのよ。やっぱ無編集にこだわって撮影をするっていうのも、そういうの大事かなと思って。あっちゃんのね、見てる占いしてる人がいるけど、占いさんも言ったけど、よく叩かれるって言ってた。編集しろって、字幕入れろとか編集しろって言われるけど、私は無編集にこだわってますって。人それぞれね、その編集スタンスっていうのがある、編集中は動画のスタンスってあるけどね、やっぱりその YouTube イコール編集、ジェットカットっていうイメージがあるけど、そうじゃなくやっぱりね、無編集にこだわるっていうのも大事なんちゃうかなって。でもね、それもあっちゃん、その人のスキルやと思うし、占いさんなんかもね、多分ね、編集してるっていうのは、カンペ見ね、あっちゃんもね、あれ、なんていうの、タロットカード、竜神タロットじゃないわ、竜神オラクルカードっていうのでね、ヒカルがそれ使って占うんで、あっちゃんもたまにそれで占ってんだけど、わからんのよ。で、カンペ見ね、やっぱカンペがあってね、そのカンペ見て、このカードはどういう意味なんだよってカンペ見ねんけど、もう動画でしてる人ってカンペ見せたりせえへんねんけど、なんでかって言ったら、それ見て、カンペ見て言ってる、絶対、あ、こうカットしてるな、カットしてるなって、カンペ見てるなってのが分かんのよ。だから編集してるんやろうと思うんだけど、そのあっちゃん見てる人は、ほんまに無編集にこだわってて、バーンって一発だけですね。で、最終ちょっとした局面だけ、ちょっとだけ、手引き書見ましょうみたいな感じで見て、で、言っていくんだけど、そこのとこ頭に入ってるからできんねんな。だからあえてノーカットにこだわってるっていうのがあってね、あーちゃんもそれ見た時に妙に賛同してしまって、カットするっていうのは本当にね、まずいところを消したり何でもできる、ね、作れる。でもノーカットっていうのは消しようない、ライブも一緒やけども、だからノーカットにこだわることって間違ってないよなーとか思ってねノーカットっていうのもね、ある意味ノーカットっていうのは手抜きって言われてきて、あっちゃんもシェア編集しなあかんなとか、もちろん編集するのも大事だけどね、やっぱトークなんかでも、まに自分のこう、まあもちろん字幕入れてどうのこうのやけど、そのまま占いさんも字幕も入れてないんだけども、その字幕入れへんっていうのはしっかり聞いてくれる。字幕入れるとやっぱり自分の言いたい、なんちゅうの、ニュアンス、早口になったり、ゆっくり喋ったり、で、声の抑揚とかもあるけど、字幕に頼って、それに気づいてくれ。確かにそうやねん。なん
から字幕入れへんで、それもそれでいいのかな。逆に字幕入れへんかったら、え、何言うとんのかなってちゃんと聞いてくる。確かにそうかもわからない。占いさんはね、聞かす仕事やけど、あっちゃん聞かす仕事じゃないんけど、うん、でもね、模型動画でも垂れ流したり流して言うけど、この前ね、メールくれてた人がおってね、YouTube は見てんねんけども、アカウント作ってないっていう人がおって、その人がメールくれて、模型動画をカットとかして見やすくしてる人もおるけども、あれやね、早送りしたりね、見やすいけども工程すべてがわからへんと。 あっちゃんはほぼほぼ全部垂れ流して流れてやってるけど、こう作ってる過程が全部見れていいって、こういう、ね、編集のしてないやり方っていう人って少ないから、頑張ってくださいって聞いてるね。これね、魚さばいてる時にも来たのよ、同じこと。魚さばくのカットして見やすくしてる人すごいわかりやすいんやけども、わかりにくい。逆に同じことして真似してさばくのわかりにくいって。あーちゃんノーカットでバーン出してるけど、ノーカットで出してるとどこのところをどうさばいていいのか分かりやすいって言われて、でそれってあっちゃんも同じこと思って、気まぐれクックさんがそうやって、気まぐれクックさんもたまに編集してるけど、ほぼほぼ編集なしで出してるよね。他のキッチンさばく人ね、板前さんとかはね、なんかかっこよくさばいとって、めちゃくちゃ手際はええように見えんだけども、実はかなりカットされてるんだよ。でも気まぐれさんってカットしてないから、気まぐれさん見たらカットのさばけるようになったんで、それと一緒で、あっちゃん見てさばけるようになったよって人が言ってくれたらなと思って、あっちゃんはノーカットで魚はほぼほぼ出してる。それと一緒で、模型なんかでもノーカットで下りながら出してる動画の方がいいのかなって。ただ見られるか見られへんかって言ったら、絶対編集してる見やすいやつの方がね、ほんま10分15分で作り上がっていく様が見れるから、そっちの方が需要はあんねやろけど、あえて需要がないって言われてるけども、ニッチを狙っていこうと思ってね。あっちゃんはそのニッチの世界で生きてるから、もう今からね、大手と立ち打ちできるわけがないよね。大手に勝てるわけがないのよ。だから大手と、でも大手と同じ舞台で戦っていかなあかんのが YouTuber よね。相手が大手がおるのに、大手以外からね、再生数取ることもできへん。じゃあ大手から再生数取ることなんて、だったらどうやっていいのかって言ったら、誰もせんことするしかないの。で、誰もせえへんことって言ってね、いろんなことやってね、その何が正しいか何が間違ってるかなんてないんよ。だから、そういうところを、ね、そういう、なんていうかな、ところを攻めていくというのか、やっていかなあかんのちゃうかなと。思うんだけどね、中でね、まあどっちでも頑張るしかないね、はい、ということでね、今日はね、ちょっとバイオハザードをね、今日の分のバイオハザードはもうなかったかなと思うので、ね、ちょっと作っとかなあかんのかな、ね、まあ、こんな感じでね、朝から動画を作ってね、今日のバイオハザードがないね。まあ、バイオハザードは11時だ。いつもやったら5時だやってんけど、バイオハザード夜方がいい。まあ、再生数は変わらんのよね。夜でも昼でも。でも、夜に出した方がそれらしい、それっぽいかいいなと思って。150再生。100ちょいやね、バイオハザードはね。まあでも、これも出し続けることが大事かなと思いながらね、バイオハザードを出して。もうちょっとね、模型の方でね、アンケートを取ってね、で、1本の動画を、例えばね、1個のプラモデルを作ります。1個のプラモデルを作ります。2個のプラモデルを作ります。3個のプラモデルを作ります。で、毎日今日、明日、明後日、し明後日って感じで出すのか、これを毎日出して完成したらこれを毎日出すのか、
どっちがいいですかってアンケート言ったら、同じのを毎日続けた方が見やすいっていう人がいたよね。ああなるほどなって思って、だから模型の方ではそれまだ反映してないんだけど、ゲームはねちょっとそう思って、バイオハザードをクリアするまでちょっと頑張って毎日ねやっていこうかなって思って、やってる方も見てる方もねストーリー忘れちゃったりするしね、うん、だから、毎日ゲームを続けていくっていうのが大事かなと思ってね。で、まあ毎日出せへんかもわからへんけど、まあできるだけ、続けてゲームやっていく。いろんなゲームをね、並行してやっていく。まあもちろん単発でできるやつ、たった一回で続きもののないやつ。まあ言ってみたらね、ストーリーがなくてやるアクション系のゲームとかね、レースとかね、そういう単発はええと思うねんけど、ああいうストーリー系のあるものっていうのは連続して出していった方がいいのかなって思って、だからねゲーム実況もこれからやっていこうかな。でバイオハザードを夜に持っていったんよ、11時にね。で11時にバイオハザードを持っていったから5時台が空いてきてんねん。だから空いてきた5時台にレースやってもいいかな。意外とレースってね、合間の時間でできて、で、ちょっとね、今10分空いたから10分だけレースしようかって、30分空いたから30分レースしようか。で、レースは、ね、青ランプが点灯したスタートから、チェッカーフラッグが振られるゴールまで。でそれでもう一本の動画になるから。だから、レースっていうのを、ストーリーは、スタートが切られてチェッカーフラッグが振られるまでがストーリーだからね。で前回のストーリー今回に引き継げるんかって引き継げへんからね、前回1位やっても今回ベビーになるからね、それがレースやから。だからレースっていうのはもう一本一本がドラマやから、続きも何もない。もちろんね、F1 なんかでも第1戦第2戦って続いていくけどもね、まあ、そんなん別としても一戦一戦がドラマやから、ね、そういうね、レースのゲームをやっていこうかなと思っている。だからレースゲームは5時台に。で、バイオとかね、マフィアとか、竜が如くとか、ああいうストーリー系のあるやつを夜に持っていこうかなと思って。次ね、バイオがね、もうちょっと、まだもうちょっとかかんねんけど、終わりそうやねん。だから、終わったら次何しようかなと思ってんねんけどね。あんな感じでね、ゲームの方もね、楽しくゆるっとやれたらなと思ってんねん。で、うらちゃんはうらちゃんで、プラモデルの時間がね、8時、20時、21時半に今のところ2本出してて、で、機材紹介とか買ったもの紹介とかね、そういうちょっと軽いのを5時半、17時半に出してね、朝からは全然出してないのに、ね、模型動画っていうのはね、やっぱり夜に見られるんちゃうんかなと思って。で、裏チャンネルはそんな感じですね。メインチャンネルってね、かぶったようにと思って時間ずらしてんだけど、別にメインはメイン、裏は裏やから、かぶってもええんよね。ただまあ視聴者さんがかぶってるから、メイン見てくれてて、裏も見てくれてるから、あんまりね、同じ時間帯に出してしまうよりもと思ったりもしててんけどもね。まあだからまあ30分とかずらして出すようにはするようにしてんねんけども、結構動画の本数が増えてきたらね、かぶっちゃう時もあるんだよね。で、そこにライブがかぶってくるからね、まあ見てくれる人も大変やとは思うけどもね、まあいろいろ頑張ってやっていきますわ。ということで今日のあっちゃんのコーヒー雑談この辺に終わりにして、まだね8時25分早いねちょっとね9時台ぐらいからちょっとあっちゃんもちょっとごそごそ動こうかなと思ってるんでね、この後この動画編集してアップして、ね、他のちょっとバイオとかも編集してアップ編集中ねレンダリングしてアップして、で、今日のあっちゃんの動きやっていきます。で何をしたのかもしかしたら動画にするかもわからへんのでね、まあ、また、いろいろやっていきますわ。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのコーヒー雑談、早起きでよかったねと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたね、バイバイ。今日の日曜日、ちょっとね、全国的には雨模様かもわからんけどもね、まあ、ゆるっと過ごしましょう。日曜日はゆるっと過ごすのが一番です。ではまたね、バイバイ。